はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。介護系 YouTuber の僕が考える介護施設における広報活動の取り組み、はい、っていうところで今日はねお話をしていきたいんですけれども、まあいろいろこう介護施設でもねこういうことをやってます、ああいうことをやってました、来月はまあこういうイベントっていうかね行事がありますっていうのをね広報活動の一つとして、まあ施設新聞というか施設の広報誌みたいな感じで、そのまあ各ご家庭にねこう請求書と、まあ一緒にそういったチラシを入れたりするところ結構あると思うんですけれども、そういった中で、僕が考える広報活動の取り組みの一つとしてこういったやり方もあるんじゃないかなっていうのをね今回ちょっと、お話ししていこうかと思います。まあ、このコロナ禍っていうこともあってやってるところも結構多くなってきてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕が働いてるとこはまだやってないんだけれども、でもこういろいろ見ていったら、あ、やってそうだなっていう施設は結構ありました。まあ中身をざっくり言うと、使うものとしては公式 LINE っていうものと、あとは YouTubeを使っていくことによって、まあ、家族ですね、入居されている利用者さんの家族に対して、まあ、いろいろこういったことをやってるんですよっていう活動をね、報告というか、お知らせすることができますっていうところでちょっとお話をしていきたいと思います。 YouTube といえば、まあ、動画のあれですよね、動画投稿サイトというかっていうところなんです。で、LINE の公式 LINE っていうのは LINE のね、アカウントあるじゃないですか。あれで公式 LINE っていうものが別であって、企業向けだったり、まあ個人でも使えるんですけれども、でも企業向けだったり、あと店舗向けというか、そういうところは結構使ったりしてるんですよね。公式 LINE で施設の取り組みであったりだとか概要であったりだとか宣伝することができます。 YouTube に関しても、まあ動画編集とかね結構するの大変だっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ正直覚えてしまえば簡単なんですよ。スマホ1台でできるんで、僕今まで YouTube 動画投稿してますけれども、スマホのみでの編集で投稿しているやつもね結構実はあったりするんです。なので意外と簡単だったりするんですよ。で、そういった中でその2つを使うことによって、まあ広報活動ができるんじゃないかっていうところなんです。公式 LINE で自分の施設のアカウントを作ります、登録をします。そこにねいろいろこうテキスト、文書だったり画像だったり、あと動画を貼り付けたりっていうこともできるんですよね。そこにまあ今回はこういう、例えば今月はこういうイベントがありますとか、職員一丸となってこういう取り組みをしてました、その時 の利用者さんはすごく楽しまれてましたとかって、まあ適当に文章を打ったりするじゃないですか。で、その様子を実際に動画ですね、ビデオカメラでもスマホでもデジカメでも何でもいいんですよ。動画で撮ってそれを編集して YouTube に限定公開というところで公開しておきます。で、この限定公開って何かっていうと、その YouTube の URL ですね、リンクを知ってる人じゃないと見れないっていうのが限定公開というものになるんです。 YouTube のその動画投稿において、まあ動画を編集して限定公開にしておきます。その URL あるじゃないですか。その URL を公式 LINE の方のテキストに、その URL をコピー&ペーストですねにしておきます。そしたらその LINE、 公式 LINE を登録しているご家族さんのみしか見ることができないです。なのでまあなかなかね、その YouTube 上で全公開しますってなった時に、やっぱりそのプライバシーの問題だったりだとか個人情報の問題っていうのはやっぱり問題点として出てくるんですよね。なのでその、まあ、公式 LINE で限定公開の YouTube の動画の URL を貼っつけておくと、その公式 LINE に登録している利用者さんのご家族さんしか見れないっていう形になるので、まあ、ある程度のプライバシーは守れることができます。ただこの一つのデメリットというか、まあ難点として、この URL のリンクを知っている人が見れるっていうことになるので、そのリンクをご家族さんが別の人ですね、第三者にこうリンクを教えてしまうってなると、その第三者の人も施設内であったその行事であったりだとかレクだったりだとかっていう状況を見れるっていうことになっちゃうので、そこに関してはまあご家族さんには、しっかりとね、このリンクは誰にも教えないでください
ていうことを言っていくしかないんですよね。遠方に住んでるねご家族さんとかもやっぱり中にはいるわけで、そういった方にこの公式 LINE ですね登録してもらえることによって、まあ、実際にその利用者さんの、まあ、実際にこんな感じで過ごされていますっていうその状況をね動画であったりだとか写真であったりだとかっていう形で報告できるので、そういったねやり方もありますよっていうお話でした。はい、広報活動というか、まあ、今回はご家族さん向けっていうところでね焦点を当てたんですけれども、写真とかでいいんだったらじゃあインスタとかでもいいんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、インスタの利用状況というか利用率とかっていうのを見ていくと、利用者さんのご家族さんに当たるだいたい50代60代70代になってくるのかなのインスタの利用率ってすっごい低いんですよね。 10% とか 20% いたかな、 10% とかなんですよね確かね。すごい低くて、 LINE に関してはまあ最近ここ数年はね LINE っていうものがすごい普及してきてて、 LINE の利用率っていうところでいけば50代60代に関してはまあ 5、60% あるんですよ利用率が。インスタに比べたら全然そのまあ天と地の差までは言わないにしてもすごい差があるので、であればやっぱりインスタで写真を投稿するとかっていうよりかはご家族さん向けにその広報をしていくんであれば、公式 LINE っていうものに登録していただいて、でそこでこう情報を発信するというふうにやっていった方が効率がいいんじゃないのかなというふうに思います。そういったところでこう徐々に継続をしていってね、登録してくれる ご家族さんが増えていくと、まあ、広報誌としてこうチラシをするね印刷のところでもねちょっとした経費削減みたいな感じにはなっていくと思うので、まあ、そういったやり方もありますよっていうので今回ねご紹介というかさせていただきました。最近はねやっぱりその SNS の普及っていうところで使い方だと思うんですよ。やっぱりその SNS に利用者さんの写真を上げる、顔写真を上げるっていうところでいくと、やっぱりその個人情報とかプライバシーの問題っていうのはあるんですけれども、僕としてはできることなら、そういった顔写真は上げない方がいいんじゃないのっていうふうに思う派なんです。ただ本当にご家族さんであったりご本人ですよねが、まあ、そういったものに理解があるかどうかっていうところだと思うんです。利用者さんに関してはやっぱり利用者さんってなってくると結構高齢な方が多いので、インターネットってじゃあどういうものなのということで説明してもなかなかこうピンとこないというかねっていう方が多いと思うので、であればやっぱりねできることであればあまり顔は載せないで、広報ってしていった方がいいんじゃないのかなって思ったりねします。まあご本人が本当にあまあいいんじゃないって言って、で家族もあいいですよ全然っていうのであればまあ載せてもいいのかなとも思ったりするんですけれども、ただそこに対するリスク管理はしっかりしていきましょうねというところで思っております。はい、ということですね。今回は、まあ、介護施設におけるご家族さんに向けたと言ったらいいのかな、SNS の使い方っていうところでね、まあ、こんな方法もあるんじゃないですかっていうところでちょっとご紹介をしていただきました。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。